2010年4月3経大阪開表彰式、竹園忠し系は、日本の実業家。建築物の耐震補強材を開発、製造する、tm 技研株式会社の創業者であり、現在代表取締役社長。tm の冠無理名で競争場を所有する場所としても、知られ、鹿児島県と北海道で、tm 牧場も経営する、オーナーブリーダーである。名前は、 まさつぐとも表記される。1946年生まれ、鹿児島県肝月郡垂海町出身。高校卒業後に東京へ移った後、1979年に自身が開発した建築補強材の特許を取得し、単身でーム技研株式会社を設立。翌年に特許製品を売り出し、急速に売り上げを伸ばした。 これ以前から発明家として活動しており、水陸療養者を制作した時に街の発明家としてテレビ取材を受けた経験もある。トヨタ業2の小説、大いなる野望はその反省がモデルとなっている。1987年からは日本中央競馬会の馬種資格を取得、主な所有馬に JRA 検証馬テームオペラ王などがいる。青年時代から 熱心な競馬ファンであったが、二重代半ばからは事業に打ち込むため、一時競馬からは離れていた。馬種資格取得を思い立ったきっかけは、たるみでの幼馴染であり、花屋に就職していたはずの岩本一蔵が、1982年の東京優春でバンブーアトラスに起乗して優勝し、勝利騎手としてテレビに映っているところを偶然目の当たりにしたことであった。 この時畜園は非常に驚くとともに自分は馬主になって岩本と再会しようと決意し5年後の1987年に資格を得た。社名でもある冠名 TM は自身の名前のイニシャルである。当初は他人の進めるままに馬を購入していたが全く活躍しなかった。この状況を受けて考えを改め、 自分の判断で所有場を決める方針に転換し、岩本の師匠である、伏せ忠の牧場周りに随行しながら、伏せに指示する形で、相馬の要点を学んでいった。畜園自身は1990年代半ばを過ぎた、頃から馬を見る目に自信がついてきたと語り、1997年には、テームメガトンが、ダービーグランプリに優勝し、GI 競争を初制覇。 1999年にはテイエム・オペラオが、サツキ賞に優勝し、クラシック競争を初制覇した。テイエム・オペラオは、翌2000年には、G15 賞を含む年間8000全賞という、成績を残し、同年の年度代表馬に選出された。最終的に7つの GI 競争に勝利して、JRA 検証馬となった。以後も、もっぱら中小牧場の生産馬から、 GI 競争参照のテームオーシャン2005年の最優秀2歳品はテームプリキュアなどを見出しており、相馬に関する著書も出版している。機種企業については、成績上位にかかわらず、管理調教師の意向に従っているため、非常機会の少ない新人、若手や中堅のベテランといった機種で重賞を勝つ例がしばしば見られる。 ただし全く意見しないわけではなく、過去にはテームオペラ王が菊花賞で敗れた際には、和田隆二の気乗ミスに激怒し、管理していた岩本にベテランジョッキーに交代するよう要請したことがあった。この時は互いに話し合いの場を設け、岩本が弟子である和田を育てたいという思いから、畜園に懇願する形で説得した結果、畜園は要求を取り下げ、 同馬には最後まで和田が起場した。九州から大レースに勝利する馬を排出することを大きな目標に、1999年に、故郷、垂水市に、テ定ム牧場を創設している。北海道ニーカップ郡ーカップ町に生産用市場、同サ猿郡日高町に育成用市場がある。中央競馬において、生産頭数の少ない九州三馬は限定戦が組まれるなど、 主流の存在ではないが、テームチュラさんが、アイビスサマーダッシュ、テームトッパズレが、複数の障害重症を制するなど、目立った成績を上げている。また、生産場の3分の1程度の父親は、テームオペラ王や、テームサンデーといった、自身の所有場であり、守護場としての成功機会を増やすことに努めている。2005年7月16日のクラ後、R シンバ戦では、 テームオペラサ三区の三頭が一から三着を独占する記録を作った。勝負副色は、桃、緑一本輪、袖木立島。括弧内は、当該場の優勝重賞競争。ありがとうございます。